オレンジの木々の谷サンティアゴル・シニョールは、スペイン・バルセロナ出身の画家、劇作家。カタルーニャ地方のポスト印象派画家であり、ムダルニズマにおいて、重要な役割を担った人物である。ピカソにも影響を与えたと言われている。1861年に、バルセロナで、織物業を手がける家庭に生まれる。バルセロナの水彩画学校では、トマス・モラガスに支持し会画を学ぶ。 1889年にパリに渡り、モンマルトルで芸術活動を行う。スペインに帰国後は、シッチェスに移り住み、ギャラリー兼アトリエを構えた。当時カタルーニャの芸術家のサロン的存在となっていた、バルセロナのカフェ、4匹の猫にも足しげく通っていた。そこでは、ラモンカザスや、まだ若いパブロ・ピカソや、その他の芸術家と交流を持った。1931年に、 アランフェスの庭園で絵画の作成中に没している。サンティアゴル・ザンル、サン・マラーガス作風は印象派に強い影響を受けている。印象派的な風景画の他にも象徴主義的な影響を受けた作品も見られる。絵画は初期には人物画も描いていたが、次第に風景画が主体となった。絵画以外には資産文、戯曲など多くの文芸作品を残している。 また新聞や雑誌にも記事を提供たことで知られている。彼の作品はいずれもカタルーニャ語で書かれているが、彼の生きた20世紀初頭は、カタルーニャのアイデンティティを確立するムダルニズマが高まった時代であった。ありがとうございます。